風の吹くまま気の向くまま、何を見るかはさえのめ次第。映画ファクトの看板書って歩いて見せますキネマの天地。そう、やつの名はザ・シネマハスラー。時刻は10時2分です。ライムスター歌丸のウィークのシャッフル、改めましてこんばんは、パーソナリティの歌丸です。ここからは毎週サイコロ振ってメニュー映画を決める無差別映画評論コーナー、ザ・シネマハスラー。先週サイの目が当たった映画はこちら、ホビット思いがけない冒険。ドゥーンドゥーン、はい、ロード・オブ・ザ・リング3部作のピーター・ジャクソン監督が同シリーズの60年前を描くアドベンチャー大作。全3部作の1作目となる本作は、ドラゴンに占拠されたドワーフ王国を奪還するためホビット族の青年ビルボや魔法使いガンダルフらが、旅に出る様子を描く。ガンダルフに扮するイアン・マッケランやイライジャ・ウッド、ケイト・ブランシェットら、ロード・オブ・ザ・リング3部作のキャストとキャラクターも登場するということでございます。はい、ということでホビット思いがけない冒険、まあこのね、正月年始の作品の中では、まあ、最大級の大作と言っていいんじゃないでしょうか。はい、という作品だけに、皆さん、この作品見たというリスナーの皆さんからいただいている感想、メールの量は、まあ、多めでございます。で、賛否で言えば、3の感想がおよそ7割。ただし、話し運びの単調さや、今回の映画から導入された新しい 3D 技術、ね、後ほどちょっと話しますけど、に苦言を呈しつつも全体的には楽しめたという意見が目立ったということでございます。代表的なところをご紹介いたしましょう。ラジオネームズキンさん、この人14歳、シネマハスラー、投稿の常連としては結構最年少、ズキン君ありがとうございます。もともとロードオブザリングトリロジーが大好きで、制作が発表された数年前から公開をずっと楽しみにしていました。結論から言えば、ロードオブザリングが、スターウォーズザサーガだとすれば、今回のホビットは、期待に 120% 応えてくれたファントムメナスです。最高でした。つまり、まあ、これはあの、補足するのはスターウォーズサーガにおけるファントムメナスエピソード1が、期待にまあ、そんなに答えてくれなかったという問題が一応前提としてございます。IMAX のどでかいスクリーンの前で酔い死にしたかったです。故郷愛という極めて普遍的なテーマからブレることなくまっすぐ進む170分は圧巻としか言いようがありません。ビルボのおじさんっぽさやドワーフの造形の素晴らしさは言うまでもありませんが、蘇った10年前の、中津国を、まあ、10年前ってその要はロードオブザリングのシリーズかな、今まで見たことのない 3D 映像で体感できたのが何よりも嬉しくて幸せでした。あらかたのストーリーは似ているものの、背景の明るさだとかユニークなキャラクターだとかはあえて対比になるような作りで、オープニングでロードオブザリング、との関連性を提示した後に、今まで知っていたロードオブザリングとは正反対の世界観が広がっていくという構成も見事でした。先ほどから言ってるね、その新しい技術ハイフレームレート HFR ハイフレームレートのビデオっぽい映像に関しては僕はほとんど気になりませんでしたし、むしろゴブリンの巣の、空間表現とカメラワークは、ハイフレームレートでないと楽しめないのではないかとも思いますというね。ピーター・ジャクソンへの原作へのリスペクト精神が一番の成功の要因であり、世界を作り上げることへの制作者側の情熱が画面からひしひしと感じられ、とにかく愛があることに感動しました。ワンシーンワンシーンのディテールとか原作の肝とかもちゃんと押さえた上で、ねえと、もう寝るように作り込まれた映画であり、ロード・オブ・ザ・リングファンとしても、もちろん2012年ベストワンですというね、はい、ことでございます。ダメだったという方のご意見もご紹介しましょう。ラジオネーム、ケイトンさん、軽い豚とか言ってケイトンさんかな、僕は、前のシリーズロード・ザ・リングシリーズは見てます。小説は一応第一部だけ読んでやめました。おめでとしてはその程度ですと、で世界観の作り込みとかそういうのに関しては素晴らしいとかね、そういう、褒めるところは、抑えつつも、思った以上に全体的に一元さんお断り感たっぷりでびっくりしました。ファンの方に言わせたら、これはこういうものなのこの世界ではかもしれませんが、なんだか結構ついていけませんでした。具体的には、考え方がこの世界独特なのはわかりますが、キャラクターの行動原理が全く理解できない。なんでガンダルフはビルボを選んだのか、まあ、主演のね、ビルボー、バギンスさん、なんでビルボは旅に出ることにしたのか、こいつら一体何をしに今どこへ向かってるのかとか言い出したらキリがないくらいキャラクターの行動が読めなくて、要するにで読めないぐらいならまた良い方で、下手すると単なるバカに見える箇所もありましたという。で要するにファンにはおなじみのあればっかり出てきて、そういうもんなのって言われたらそれおしまいですが、とにかくよくわからないところが多かったと、いうことで、まあ、一元さんお断りだというふうにね、ところでございます。はい、全シリーズのファンのもう一度ファンの冒険に行きたいっていう欲求にしか応えてないような印象でしたという、ケイトさんのご意見でございます。皆さんのメール、ちゃんと読んでおります。ありがとうございます。はい、多量にいただいてました。結構真っ黒なのも当然ね、ありますね。大ファンの方もいらっしゃいますからね。はい、ということで、ホビット思いがけない冒険。先ほど生泣きでも言いましたけどね、あの、年末から、に1回見たのと合わせると4回見てますから、私ね。そのうち1回は1日に2回見ましたから。これなんでそういうことしたかっていうと、さっきから何度も出てる、その、なんだ、ハイフレームレート。
ね、HFR、要するにその48フレームパーセカンド、というね、普通の映画のその倍の、あれでその、コマがこう動くというですね、その新技術とかと、もろもろの形式をちょっと比べてみたかったんで、で、比べてみるにはちょっと連続してみたかったというのもあるんで、3時間の作品を連続してみるというね、暇なのかってことをやりましたけどね。はい。まあ、その、技術的なことに関しては、ちょっと最後の方に、後の方で言いますんでね。とりあえず、今回、まあ、ものすごくいろんな角度から語りようがあるわけですよね、当然ね。という。で、私、その、指輪物語も含めてですね、今回、その、このタイミングで、まあ、勉強してきました、この一週間で。その写真とかちょっと、このね、ウィークエンドシャッフルホームページで、どんだけ受験勉強してきたかっていうのはね、こう見ていただきたいんですけどね。はい。まあ、ホビットの原作のその、元の小説はもちろん、まあ、指輪物語とか、あと、まあ、シルマリルの物語っていうのは、その、一番最初のね、この中津国の一番最初の話。あと、終わらざりし物語っていう、まあ、要は、その作者のトールキンがですね、残したいろんな細かい原稿なんかをまとめた、終わらざりし物語とかも、全部含めた、含めて、この今回のホビットの、作りに関連している部分とかも、まあ、全部チェックして、みたいなことでございます。で、その上で、っていうことですね。いろんな角度から語りようがあるだけに、ちょっとまずは、大筋としての僕の結論めいたものを先に言ってしまえばと。ホビットの冒険という、まあよく知られたその原作小説の映画化として、今回のこのやり方が唯一の正解とはもちろん言いませんが、ではないでしょうが、っていうのがまあ前提として、そういうのは分かった上で、他のやり方は当然あるというのは分かった上で、だが、やっぱりね、結局またそのロード・ザ・リングズ続いてピーター・ジャクソンが監督までやっぱり全部やるんだったら、やっぱこの方向性以外ありえないでしょっていう、もう納得するしかない。要は、一つの正解というんですかね、ホビットの冒険に一つの指輪に習うんであれば、一つの正解をきっちり叩き出してる、つまりもっと端的に言えばね、さすがさすがさすが P ジャクとその仲間っていうよりもこの一言ですね。はい。まず大前提として、まあ、これちょっとそのね、ロード・ザ・リングも、その、よくわかんないんだけどねっていう人もいらっしゃるでしょうから、まず大前提として言うまでもなく的な、その、共有しておき、おいていただきたいこととしては、まず、2001年から2003年にかけて公開されたそのロード・オブ・ザ・リング3部作というのが、まあ映画としても、まあもともとその原作はね、そのドスンとある、ファンタジー小説のもう、なんていうんですかね、もう古典中の古典としてドーンとあるもんですけど、それの映画化として、要は、ファンタジー映画の基準というものをもう決定的に塗り替えてしまうような、まあ革新的かつ歴史的大傑作シリーズになった。で、なおかつ興行的にも、そして、ここもすごいと思うんですけど、結構その指輪物語なんて言ったらもううるさ型のファンマニアがもう山ほどいるわけですけど、その人たちも含む批評的にも文句なしの大成功を収めた、まあ三部作だったわけですね、ロード・オブ・ザ・リング。加えて言うなら、この2001年に一作目のその、旅の仲間がね、公開されましたけど、時節柄にもちょっと合ってたと思うんですよね。要するにその9-11があって、なんていうんですかね、力で何かを制すという考え方じゃないんじゃないかと。それって何かことを悪くしていくだけなんじゃないのかと。力なき者の何かこそが世界をこう、ひょっとしたら真に救うのではという、この指輪物語的なというか、この世界観がちょうどこの2001年からの時節にもフィットしてたんじゃないかな。それをファンタジーという形で語ってるというのがね、合ってたってもあるんじゃないかなというふうに思ったりします。で、まあそれ前提、そのロード・ザ・リングがすごかったというね、まあ10年以上前になりますよ。で、それに対して、まあ今回のホビット。まあ、三部作になるってことですけど、二重の地蔵を抱えてるわけですよね。要は一つはその原作小説。原作小説としては要は、もともと指輪物語の先に出てたものですね。出版されてたもの。要は、ちゃんと時系列順に出版されてるわけです。なおかつ、元は完全に子供向けのお話なわけですね。という、まあ、元の原作小説の最初のあり方っていうのと同時に、まあ、映画の順番としてはさっきも言ったように、もう興行的にも、評価的にも、もう最大級の成功を収めたシリーズ。もうもはやもう一種のポップアイコンとして、もう我々の文化の中にちょっと染み込んじゃってるような、そういう、映画シリーズの、にとっては、まあ、前日譚にあたる続編。先ほどメールにもありましたけど、ちょうどだからスター・ウォーズにおけるエピソード1的な、扱いでもあると。要は二重の事情を抱えていると、いうことだ。だからことはそう簡単じゃないと。で、まずですね、その、ホビット、その原作小説。これまあ、もう一読すればもう、明らかなようにですね、もう本当に子供向けのタッチなわけですね。全体にもうものすごくほんわかしてて、まあ、はっきりその指輪物語とはかなり違うトーンなわけですよ。はい。で、例えばその言葉遊び的なギャグとか、歌がいっぱい入ってたりして、というようなね、子供向けが。なので、ほんわかしてるし。で、なので、例えばその、ホビットの冒険、
これを単体で、つまりその映画版のロード・オブ・ザ・リングの流れとはまた別物として、完全に別物として映画化するというやり方も当然もちろんあったはずですよね。で、実際、元々はギレルモ・デルトロ、ね、ヘルボーイなどでおなじみ、ギレルモ・デルトロが、パンズ・ラビリンスなどでおなじみ、ギレルモ・デルトロが、まあ、最初の監督として予定されてたので、やってたら、ひょっとしたらそういう方向だったのかどうかはもう今となってはわかりませんが、はい。だったのかもしれないんですけど、ただまあ吸ったもんだって結局またピージャックがね、ピーター・ジャクソンが、監督することになったという、この本作。まあ、これもまたもう一見すればもう出だしからしても明らかのように、もう完全にそのロード・オブ・ザ・リングのもう続編の作りですよね。もう世界観といい、出演者といい、まあトーンというかね、美術といい、もう全部完全にもう受け継いでる。もう出だしからしてもうね、ホビット・ショーのそのね、出だしから、シャイヤから始まるところからしても、一作目の、ロード・オブ・ザ・リング一作目の旅の仲間の頭のシーンとちゃんと直接つながる仕掛けになってますよね。旅の仲間の頭の方で、ビルボさんのうちのところにこう、来客お断りってこう札がついてるんです。それを今回はフロードが、命じられて打ち付けてるところが出てくるっていうぐらいもう完全に同じ場面が描かれから始まるぐらいの感じで。はい。ただね、という言い方をするんだけど、それは単に、ホビットの冒険をロード・オブ・ザ・リングの世界観のまんまやりますよっていうことじゃ、ただそれだけじゃないっぽい。なってことなんですよね。今回の作りを見るに、おそらくピージャクは、今回のその新シリーズを通して、その原作者のトールキンさんね、もともと言語学者でっていうね、そのトールキンさんが、指輪物語を中心に、構築したその中津国っていうこの世界の、物語世界、この全体、トールキンがその、中津国を舞台にして描こうとした物語世界、歴史世界全体を立体的に語り浮かび上がらせようと今回のホビットシリーズでしてるんじゃないかと、でそのことでさらにロード・ザ・リングにも遡って、奥行きを与えるような、その物語世界的に奥行きを与えるような、要は2シリーズセットで初めてトールキンの物語せやろうとした物語世界が、真に堪能できるというような、そういう意思を持って、もともとはだってさ、そんな長い話じゃないんですよ、ホビットの冒険は。じゃないはずのホビットを、もうロード・オブ・ザ・リングと全く同じ三部作として作りますよってのは、おそらくそういう志がありきであろうと。はい。で、そうしないと、逆にね、今回その、ピージャクが監督してるのにまして、そういう方向を取らないと、要するにその、ロード・オブ・ザ・リングよりは確実に話としてはスケールダウンして見えてしまうわけです。まあ、小さな作品になってしまうことはもう確実なわけですよね。まあ、それが悪いとは言わないけど、ただ P 弱がやってるとやっぱ明らかに、なんか、まあ前よりは、しょぼい話ですよねっていう感じにやっぱどうしてもなってしまう。そういう問題も生じるし、で、特にそうなるとやっぱり、前よりスケールが小さくなってる感があると、やっぱ工業面でも問題が、主に工業面で出るでしょうし、そもそも、ホビットの冒険っていうね、この元の、小説で語られてる出来事は、トールキン自身がですね、この指輪物語の追放編っていうのがあるんですけど、そこでまあ例えばその、ドワーフのその一族のその歴史を語ってたり、あと、先ほど言いましたその終わらざりしに物語っていう、そのトールキンがいろんなディテールのその要は断片を残してるっていう、それをこうまとめた本なんですけど、そこにいろんなこうディテールが細かくこう書き足されてる、要は後からですね、そのホビットの冒険で語られてる出来事を後から、もう一回その指輪物語を中心とした世界観の一部としてトールキン自身が何度となく語り直しそうとしてるわけですよ。で、そして今回のその映画化されたホビット、思いがけない冒険もその、そのトールキンのその指輪物語を中心とした世界観の一部としてホビットを語り直そうとするその、見方というかその、エピソードというかその残したものを大きな根拠にして作ってるわけですよね、ということです。で、同時にホビットの冒険という小説自体も指輪物語とかこう要するに世界観が広がっていくに従って、まあ、それに合わせて書き直したり後から書き直したりもしてるわけですよ、はい、なので、で大体そもそもそのホビットの冒険っていうその小説自体がですね、その主人公のそのビルボ・バギンスさんが書いた、この世界観の中でいうその赤表紙本というね、その劇中の中でこうずっと彼が書いてるあれがありますよね、それの通称が要するに定本、要するに元の本となって、買える本だと。つまりそのそれをそのトールキンが、その古い文献、そのそれも含めた赤表紙本も含めたいろんな文献をトールキンが翻訳したというメタ構造になってるわけです。なので、だから例えばそのビルボが書いた赤表紙本をベースにしたホビットというの冒険で描かれている出来事がまた別の視点から語られるっていう、だからそれで別のトーンになるっていう可能性は全然あるわけです。で、実際、ガンダルフから見た視点ではこうでしたっていうのが、追放編だったりとか、終わらざりし物語にはそれが入ってたりするわけですよ。で、まあそれが今回の映画にも取り込まれてたりするわけですよね。はい。ということなので、
で、まあ、ちなみにさっき言ったその、なんていうんですかね、古い文献をトールキンが翻訳したという体というそのメタ構造っていう、そのなんか、その翻訳、それがまた圧倒的な緻密さでこう構築されてるっていうのも相まって、なんかその、僕結構今週ね、一気にこういろいろ読み込んだんで、その、今となっては、これが、本当にあった歴史でなかったような気がしないというか、これがたった一人の、だって男の頭、妄想ですよね、妄想。ものすげえ緻密な妄想だってことが信じられないぐらい、やっぱりその、ガーンとこう世界観としてこう、あるような気がしてくるというね。はい。まあ要はそのトールキンがこの、あの話を、指輪物語世界をこう作っていくにあたって、要は、あの、イギリスには、あの、まともな神話というのがないから、そういうのをちょっと作りたかったと、英語圏の神話というのを作りたかったという、まさにその神話化というのがまあできる、できているというね、なってるということですね。で、それを通してその、例えばその今で言うですよ、これ実際に書かれたのはすごい前ですからね、第一次大戦の後からということですから、随分前だけど、要は今で言うオタク的な細部の掘り下げみたいな、そういうファンとかマニアをいっぱい生んだっていう、ことでもあるっていう。で、これ面白いんですけどね、これちょっと本数、すいません、シネマハスラーの本数とはずれますけど、トールキンが、その終わらざりし物語の序文に入ってる、その1955年にですね、書いてる手紙でですね、そういう、だからその、世界観をこう構築して、その世界観の細部細部にオタク的にみんなこう興味を持って、やれあそこの地質はどうだとかね、なんとかっていうところにみんな興味を持つと。で、そういうところを自分をどんどん掘り下げちゃうんだけど、そこに関してトールキン自身がですね、そういうふうに、すべてをある種の大掛かりなゲームとして扱う傾向が本当に正しいという自信は今の私には全くない。とも言ってるわけですよ、うん、そういう、まあ、今で言うオタク的な物語消費みたいな方向が健全なのかなみたいな、うん、感じも55年の時点で言ってるって、これは興味深いなというふうにね、思ったりしました。はい。まあ、ちょっと話はずれますけど、まあ、要するにこういうことですよ、ホビットの冒険というね原作小説の語り口とかトーン自体とは違っていても、そのトールキンがその中津国を舞台にしていろいろ書いた物語であるとか、その細かい文献みたいなそういうことも、を読んでいけば読んでいくほど、むしろ今回の映画化のやり方の方が、最終的にそのトールキンが提示したかったものにより近いのじゃないかとすら、思えてくるという感じですね。と同時に、と同時にですよ、ここも大事なんだけど、例えばその、よしょよしょで歌が入ってくるとか、まあ、繰り返しギャグとかね、それが入ってくるとか、ちゃんと、ホビットなら、指輪物語と違う、ホビットの冒険ならではのらしさもちゃんと入ってるっていう、そのバランス感覚ですね。このぐらいまでなら、ホビット感入れてもよし、このぐらいまでなら指輪物語感でいってよしっていう、このバランスの見極めが、やっぱ、分かってんなーっていう感じだというふうに僕は思いました。で、まあ、そしてね、まあ、これ本当にもともと指輪物語大ファンとかそういう人に、まあ、本当にもう何を言いますら、もうまさにナーメテーターの話なんですけど、僕は本当に指輪物語映画自体は好きでしたし、小説もさらっとその映画に合いそうなところパッて読んだだけなんだけど、今回その1週間猛勉強を重ねた結果、やっぱりね、もちろんもともとその例えば映画のロード・ザ・リング、今回のホビットも、それは別にして普通に面白い超楽しい盛りだくさんのエンターテインメント大作、もうそれ自体として素晴らしい面白い作品だと思うけど、やっぱトールキンの描いたその世界像の全体像みたいのが、世界観の全体像みたいなものが少しだけでもその背景に、あ、例えば、あ、こいつがあいつの親父かとか、その程度でも分かってると、ロード・ザ・リング含めて何倍も面白えっていう。指輪物語面白えっていう。だからまあ、ナーメテーターでね、ダダンダンダンって、本当にそういうことで。はい。すごい、だから僕はやっぱこの週一週間でもう、ますます、面白くなりましたし、で、面白くなってくると、ホビット、長いね、一部だけで長いあれを4回見るのが苦じゃなくなってくるっていう。で、はい。なので、その件とも通じますけど、ロード・オブ・ザ・リング同様ね、普通の映画で言えばですよ、普通の映画で言えば間違いないこのホビット、ね、話に対して、こんな尺いるかっていうぐらい、もう一言言えば、気が遠くなるほど長いですよね。気が遠くなるほど、しかもまだ第一部かよっていう、長ーっていうことなんだけど、これやっぱりね、個々のお話だけではなくて、この中津国というこのその舞台、世界、その広さであるとか、もっと言えばそのそこが背負っている、物語世界が背負っている歴史の長さとか、重さまで体感、見る観客が体感するのに、やっぱりまさにその、気が遠くなるほど長いっていう尺は必要だっていうことだと思うんですよね。世の中にはね、その気が遠くなるほど長い尺が必要な映画、
題材っていうのはあるわけです。例えば前にシネマハスラーで一回やりましたけど、アラビアンのロレンスはあの長さが必要なんだとかね、翻って例えばね、同じピーター・ジャクソン、ピーター・ジャクソンね、お長きゃ長いほどウケるらしいぞっつってキングコングまであのこれ級の長さにしたじゃないですか。明らかにキングコングはこんな尺いらねえだろうっていう話なのはもう明らかですよね。これはやっぱそのローズ・オブ・リングってやっぱ題材との違いという問題がある。はい。なのでロード・オブ・ザ・リングに関して言えば長ければ長いほどいいっていうことにどんどんなってくってことだと思うんですけど、でね、ただロード・オブ・ザ・リングその指輪物語の方、まあその10年前に公開されたシリーズの方はそれでもまだ全然、ああまあ原作からは大きく端折ってますがみたいな、要はその一元さんから見るとここはなんか元になんかなる話がなんかあったんだろうなみたいな部分がやっぱ特に序盤は多かったと思うんですよね。例えばあのアラゴルンとアルウェンの話とかさ、あなんか急に始まったなみたいな急に出来上がってんなこいつらみたいなのあったと思うんだけど、今回は逆にその元の話の尺がその割とそのシンプルというか、元のホビットの冒険のプロットはシンプルなので、で、そこにさっきから言ってるように、トールキンの他の著述をベースにどんどん肉付けしていくって、要は、ある意味、ロード・オブ・ザ・リングと作り方、ロード・オブ・ザ・リングは削ってかなきゃ削ってかなきゃと、逆の語り口な、の、なると、まあちょっと語り口に余裕がちょっとやっぱあると。で、その分、例えば、その長津区に住んでるいろんな種族ごとのね、例えばその歴史的な関係性みたいなものもより俺は整理されて伝えられてるというふうに、思うし、例えばそのロード・ザ・リング見ててドワーフね、まああいうギムリみたいなね、ああいうのがいて、まあまあまあこんな感じとは思ってるけど、こんなかわいそうな人たちだったとはとかさ、なんでエルフと反発し合ってるんだとかさ、そういうのがすごく簡潔に整理されてると、とかね、あるいは今回そのホビットの冒険特有の問題として、実はこれ結構難題でもあるはずの、要はドワーフっていう背丈とか姿が結構似てる13人のキャラクターがこうドサッと出てくると、それをどう描き分けんだみたいなのも、まあやっぱ語り口に余裕があるから結構まあできてるなと。まあはっきり言ってちょっと反則もしてますけどね、あのトーリン・オーケンシールドっていうね、まあその一番重要というかね、その中のリーダー格、まあトーリンがちょっとハンサムに超ハンサムになっているとか、まあ、ちょっと反則だろう。あとキーリーもちょっとね、うん、ハンサム役だったりして、まあ、ちょっと若干反則はしてますけど、はいはい、というな、そんな感じで、例えば他のですね、あの映画用にアレンジした部分も、ちゃんとやっぱりさっきから言ったようにトールキンが書いたことっていうのをまあ踏まえていたりとか、割と納得度高しのアレンジが多いんじゃないかと思う。例えば原作のそのホビットの冒険だと最後の方で、ガンダルフいない時どうしてたのって言ったら、実はこんなことしてたんだよっていうのに当たる分、あの白の会議と呼ばれるね、まあサルマンとかそのガラドリエルさんという、まあ、前回今シリーズも出てきたような人たちとこうああでもないこうでもない話してるところありますよね、でまあこの多分この白の会議のところを見せるっていうことは、あのドルグルドア攻めっていうのがある、そこにまあそのいわゆるネクロマンサー、まあ要はおそらくその前のロードオブザリングでいうサウロンなんだろうなっていうのがね、そいつのところを攻めるというのがまあその三部作のどこかでまた別のもう一個大きな見せ場になったりするためのやっぱ城の会議だよねこれね、やっぱねとか、っていうね、あとなんかね、あのガラドリエルさんね、あのケイト・ブランシェットが演じるガラドリエルさんにあのガンダルフさんがあの手を握られてポーみたいなあんなないですけど元のはあのくだりもやっぱさ、あの一応なんでビルボを選んだんだっていうところの一応のその説明場面なんで、はい、こんなのもやっぱあった方がいいでしょうし、あとはあのラダガストっていうね、これはあの原作だと本当に一言触れてるようなぐらいの感じですけど、あのちゃんのラダガストってあの汚らしいね森の親父出てます、まあこれ完全に映画オリジナルで活躍見せてますけど、例えばラダガストのことをあのクリストファーリー演じる、白のサルマンがですね、一番偉い魔法使いが完全に舐め切っているっていう、これあの指輪物語とかにも出てくる話ですからね、はラダガストってあいつダメっしょってそういうくだり出てきますからね、だからちゃんとあの全然あのありだというね、あのサルマンの態度とか、あとあの今回はですね、一番結構大きなアレンジとして、あの一貫した敵役として、あのまあ竜がねこの後出てくるわけ、スマーグってのが出てくる、まあ、スマーグはその今回の話ではまだまだその登場しないので、もう一個あの一貫した敵役として、あの原作ではもう死んでるっていう設定 あのアゾグっていうそのオークのねでかいやつ、これは、まあ、すごいかっこよかったですね、今回ねあの白いワーグに乗ってね、すごいかっこよかったですけど、アゾグをまあ生きてることにして、さっきから言ってるそのトーリンさんと因縁の関係があるよっていうこのアレンジ
レンジを入れることで、物語の通信力も増えてるし、見せ場も強化されるしで、もう明らかにこれプラスですよねっていう感じですよね。はい。で、なおかつそのね、あの因縁を語る場面で、なんで東輪王権シールドなのかっていうね、これあの追放編でちょろっとこう、あの、チューみたいな感じで触れられてるようなエピソードもちゃんと入ってきたりなんかして、はい。あの、あ、もう、これもう全てにおいて抜け目ないぞみたいな、P 尺抜け目ないぞみたいな、はい。あとまあ何よりやっぱりこの、お話全体のその推進力として、ドワーフが要するに単に昔のお宝取り戻して、もちろんそういう話なんだけど、要は流浪の民として、故郷を喪失した民としてのドワーフ、その物語っていうのをもう前景化するということで、要はですね、主人公のビルボっていうのはもうこの小説でも絶えず要するに、まあ帰りてえな帰りてえな、望郷の念というかね、に駆られてる、そのビルボとの対比にもなってるし、それの相互理解っていうのが、後にやっぱさらにドラマチックになるしっていう。要はその、まあ、ホビットのみならず、その、指輪物語もちょっと通底する、このお話のテーマみたいなのを強化してると思うんですよね。要はその、冒険、いろんなところに出てって、いろんな人と知り合って、いろんな経験をして、いろんな人と相互理解する尊さと、それと完全に裏表の関係で、望郷の念というのが、ある、その両方あるから尊いんだっていうような、この話特有の感じがこのドワーフの設定をぐっと前に出してきたことで、さらにこう強化されてるし、ドラマチックになってる。この作りとかももう他にやりようありますかっていう感じだと思いますし、はい。まあ、美術、衣装、音楽、など全ての要素がもう鬼ハイクオリティってのはもうはっきり言ってロード・ザ・リングの時点でもう言うまでもないことじゃないんでしょうか。例えば音楽なんかもハワード・ショーはもうね、なんかもうあの特にシリーズ続けて見てると、それぞれのテーマ曲がふさわしい場面でふっと流れるだけでクッっていうね、今回後ほど言いますけどホビットショーのテーマがふっとこう流れるとか、うまいっていうね、はい。この間のデビッド・クローネンバーグの危険なメソッドについてハワード・ショーはやるぞっていうねことじゃないでしょうかね。はい。まあその辺はまあ言うまでもないレベルのことでしょうか。個人的にやっぱりね、ピーター・ジャクソン、いつもこのシリーズね、ああ、もうこういうとこやっぱピーター・ジャクソンでよかったなーっていうピーター・ジャクソンらしさが一番炸裂している部分として、こういうことだと思います。ピーター・ジャクソンらしい描写。圧倒的な多勢に無勢。こんなの絶対無理っていう絶対絶命シチュエーション。からの、いわゆるラストミニッツレスキュー。要するに敵な。そういうね、絶対絶命シチュエーションからの、おー助かったーみたいな、ような、そういう、まあ、ケレン味たっぷりな盛り上げ、まあ、古典的と言ってもいいですよね。まあ、行き場所的なと言いますか、ケレン味たっぷりな盛り上げが、天丼的にどんどんエスカレートしていくっていう。はい。まあ、ロード・ザ・リングシリーズのもう見せ場基本的に全部それですし、僕はホビットも含めて、はい。例えば、キングコングでも、虫にさ、牛がわーって来て、あーもうこれ無理でしょーと思ったら、わーって助けに来る、あそこのね、ちょっとバカっぽいぐらいなんだけど、やっぱ語る質がすごいあるという、ああいうとこやっぱ P 弱っぽいなと思うわけですよ。で、まあ、今回も もちろんご多分に漏れずもうやりまくったわけですね、はい。で、今回なんか特に一つのシーンにそのさっき言った絶対絶命からのラストミニッツレスキューが二つ三つ段階的に入ってて、それがだん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 こうヤバさが増していくみたいな、そういう構造になってるってね。途中でこの人が助けに来て一瞬そのラストミニッツレスキュー助かった。でも、まだ完全じゃない。これがやった最後これだみたいな、そういうのがこう、天丼になってるっていうね。はい。で、例えばですね、その意味では、要するにその P 弱らしさが、その、一発逆転みたいなところになるとしたら、ちょっとネタバレしないになるかな、最後にある、和解のシーンがあるんですね。ある、こう、反目してたキャラクター同士が、まあ、和解するシーンがあるわけですけど、これ映画秘宝で杉作 J 太郎さんが指摘してた通り、普通ならてめえふざけんなよと、てめえ、詫びの入れ方も知らねえのか、この野郎って、っていうような和解シーンなんだけど、あれも一種の P 弱的、要は、あ、これダメか？よかったっていう、まあ、一種のラストミニッツレスキューの変則版的和解シーンと見れば P 弱的だなというふうに、思うんじゃないでしょうかね。はい。という。あとはま、P 弱的といえばやっぱりそのカメラワークですよね。それこそデビュー作のバッドテイストから本当にもう一貫して、ると思います。ぐわーっとカメラがこう、わーっと上からわーっと舐める、こう、ダイナミックなカメラワーク。で、それが、例えばさっき言ったような絶対絶命シチュエーションみたいなのを、こう、例えば、あ、敵がもうそこまで来てるとか、あっち側にいるぞ、危ないぞ、みたいな感じで、こう、うまくその、
P弱的なカメラワークがこううまく盛り上げてるみたいなところも、多いという。これも今回もやっぱもうすごいもう出ました P 弱武士みたいなことですし、でちなみにですね、はい、ここで先ほどから言った話しましょう。今回噂のその、ハイフレームレート、48フレームパーミ、パーセカンド、要するに普通映画は今まで24コマ、1秒間に24コマというスピードだったのが今回、1秒間に48コマ倍のスピードで撮って上映という、新しいシステムが導入されて、でこれがですね、これで見ると例えばさっき言ったそのわーっとダイナミックにこう上からわーっとガーッと舐めるようなそういうカメラワークとか、あるいはそのまあ人物がわーっとダイナミックに動くみたいな動きの時にそのハイフレームレートで見るとですね、なんかこうちょっと見たことのないような、普通こうわーって動くとやっぱこうブレたりこうちょっとボケっとしたりすると思うんだけど、それが全くボケないっていうか、動いてんのにその見たことのないシャープかつスムースな画面なんですよ。で、ゆえに確かにちょっと違和感もなくはない。僕も最初に、その、HFR バージョンで、の 3D バージョンで見たときに、なんかあまりに全てがビッキビキにエッジが立ちすぎてて、まあいろんな人が指摘してますけど、ちょっとやっぱビデオっぽいのかみたいな。確かにちょっと違和感あった。ビキビキすぎねえかなこれとか思ったんですけど、僕後からその、普通の要するに24、フレームパーセカンドの、まあ要するに普通のバージョンの、字幕 2D で連続して見てみたんですね。そうすると、やっぱね、今までのそのロード・ザ・リングの基準で言えば全然そこまでいってる絵のはずなのに、全然物足りなく感じるんですよ。何かが。うん。いろんな、全然物足りない。なんかまあ要は、まあ普通だよねっていう感じになって、やっぱ今回だったらやっぱりその48fps で見た方がやっぱ今回のタイミングではやっぱエキサイティングなのかなって感じがしました。あとね、この問題もあって、要はものすごい情報量がぶち込まれてる画面なわけですよ。でそれが、要するに 3D で見るとある種のレイヤーで、要するに何層かでこう分かれた、構成になって、そのレイヤーごとに情報がそれぞれ組み込まれてるというような画面構成になってて、これが要するに、ハイフレームレートの 3D でじゃないと全部がごちゃっとして見えて、非常にむしろ見づらいっていうか、ハイフレームレートの 3D だからこそ、そのそれぞれのレートをそれぞれ別個の情報として認識することができる画面構成になってて、やっぱこっちの方が見やすいなって、これ用に作られてるな感はやっぱり否めなかったと思うんですね。はい。なのでぜひ劇場が選べるんだったらこの、HFR というバージョンが選べると思いますので、見るといいんじゃないでしょうか。おすすめはもちろん一番はIMAX なんですけど、僕が見た限り、六本木ヒルズ、あれは新しいメガネになった、あれ多分リアル D なのかな、リアル D でいいのかな、リアル D なのか、新しいメガネも相まって、六本木で見た時もこれ十分、十分結構、おお、これは変わったな感がありましたし、エクスパンドもですね、これピカデリーはエクスパンドだったんですけど、メガネが前に赤いバージョンに比べて今黒くなってて、だいぶ軽くなって、だいぶ改善はされたので、何にせよ、HFR で、いればいいんじゃないでしょうかということでございます。はい、あ、やばい、時間がねそろそろ来てますんでね、で最後に今回のそのホビットに関してやっぱどうしてもここに触れないわけにはいかないという部分、まあ、アンディ・サーキスね、今やもうナンバーワンモーションキャプチャー役者というかですね、まあ、猿の惑星ジェネシスとかもいろんなのでモーションキャプチャーやって、まあ、生身でね、もう出てました。ジョン・ランディスのバーク&ヘアというね、久々の新作で、生身でも出てたりしましたけど、やっぱりモーションキャプチャー役者ナンバーワンアンディ・サーキス。今回、なんと、第2班、セカンドユニット監督もやってますっていうね。これやっぱP弱組のなんかこう、ファミリー感っていうね、よく言いますよね。ビッグバジェット映画なのにものすごい家族感があるんだよっていうね、言いますけど、の現れかもしれませんけど、第2班監督も務めてるアンディ・サーキス演じる、はい、まあ、おなじみゴラムですね、まあ、原作小説でいうゴクリ、ね、まあ、ロード・ザ・リングシリーズ、まあ、最大のスターって言ってもやっぱいいんじゃないですか、これは、はい、ゴラムで、まあ、ゴラムの見せ場といえば、まあ、ホビットで、まあ、謎謎対決のところがあるわけですよね。まあ、要するにその一番肝心のところですね。なんでビルボが、ゆべ物語につながる一つの指輪を手に入れたかという、重要な場面。で、まあ、謎謎対決ってのは元のホビットの冒険にある、まあ、子供向けならではの、まあ、愉快な場面なわけですよね。はい。で、それもちゃんとやってて。で、そこで、まあ、でも、要はその、ゴラムの顔芸ですよ、ここはやっぱね。こう出ないって言ったらね。これはゴラムのこう、なんかね、この心理の動きなんか見ると、さらにこう、なかなか切ないものがありますけど、おばあちゃんに昔、卵の食べ方を教わった剣みたいなのを、こう思い出そうとしてるんだみたいなのが分かれば、まあ、よりあれですけど、まあ、顔芸としてもすごい。例えばその、
なぞなぞやろうよっていう時の、もちろん邪悪な表情もするんだけど、一方で本当になぞなぞがしたいんだなっていう子供にも見える。こいつはだって暗闇でずっと指輪だけを相手に話してるような孤独なやつで、久々なぞなぞやれんのみたいな。しかもその裏設定として、彼はもともと要はホビットとの遠い同族からの変な風になっちゃった、指輪を持って長年ああいう風になっちゃったっていうのがあるんで、要はこれあれの中にも出てきますけど、あれはなんだ、指輪物語の途中出てくるのかな、ガンダルフとフロードのモンド出てくるけど、元はお前らと同じものだから、なぞなぞとか同じなぞなぞを知ってるのはそういうことだみたいなね、そういう実は裏設定もあるんだけど、まあそういうなぞなぞやんのっていうで、ちょっと嬉しそう、邪悪な顔見せるんだけど、こうやってよし、じゃあ次お前なって、こう岩に顎を乗っける時の仕草のなんかもう可愛さとか、あとこう、じゃあこういう提案はどうって時のこうちょっとこう期待と半分みたいな、ちょっとあれは多分チンパンジーの感じみたいのをこう、何みたいな、こう、感じとか、もうゴラムお前もう不憫なやつよっていう、はい、というね、まあその謎のとこもいいですし、僕何より、俺もうね、この一点で、はい、この映画における僕もう5億点のところです。5億点。もう、このホビットはここが5億点出てればいいんだって僕は思うところなんですけど、ビルボがその、まあ、なぞなぞ対決に、まあ、ちょっと反則ですけど、反則して勝って、で、まあ、指輪のその魔力を使って、逃げようとする、まさにその場面、ですね。ロード・オブ・ザ・リング、覚えてらっしゃる方はね、いると思いますけど、フロードが、要するにその、ゴラムというのがね、その指輪をその追っかけてて、非常に恨みに思ってて、みたいなところを、ガンダルフがこう、明かすときに、フロードがついつい、そんなのね、なんでその場で殺しちまえばよかったのみたいなことをフロードにしてはちょっと乱暴なことを言うわけですよ。うん。で、というふうに言うとガンダルフがちょっとたしなめるわけですね。それはビルボがその時に哀れみを感じたからだぞと。はい。で、そしてそれには何か意味があると。あのような生き物にもね、ゴラムのような生き物にも何か果たすべき役割があるんじゃないのか、みたいなことを言うわけです。これ、指輪物語最後まで見た方だったらいかに重要な話か分かりますよね。つまり言ってみればですよ、このビルボが逃げる間際のシーンで、そのゴラムの表情を見て哀れみの心を持って殺しちまえって一瞬思うんだけど、それを踏みとどまるシーンっていうのはこの指輪物語サーガをもうこの壮大な物語全体の中でももう一番とも言っていいぐらい非常に重要な意味を持つ場面ですよね。そこをゴラムのその表情とアンディ・サーキス演じるその表情、わっと見て、こいつひょっとしたら、かわいそうなやつなんじゃないのか。そして、それを見るビルボの表情と演出。この演出にはさっき言った、ハワード・ショーの音楽の演出も入るわけです。ビルボが、ふっと、はい、待てよって思うところで、ホビット・ショーのテーマが、ふっとこう流れるわけです。いつものテーマが。それによって、まあ、要は、ガンダルフがなぜそのホビットに、もしくはそのビルボに、を、この、に希望を託したのかという部分、要するにこの選択ができる男だから、ガンダルフは選んだっていうことを表してもいるし、同時に、要は、その、あれでしょうね、ゴラムの表情の向こうに、同じもの、要するにホビット賞、同じホビット買ったのかも。それも匂わせてる、さっき言った。それを言葉じゃなくて表情と演出だけで全て表現しきってるわけですよ、このシーンは。これ泣くでしょ、これ。これは泣くでしょ。これ5億点でしょ、これ。はい。ということで僕ここが、もうとにかく、で、やっぱりそのローザリングの時代から、見てもさらに進歩したその、モーションキャプチャー技術、アンディ・サキスの演技力というのをもう 120% 活かした、この演出ができているという、そこも含めて、もうここができているということで、とりあえずホビットの、もう出だしとしてはもう5億点オッケーっていうことだと思います。はい。ということで、ロブザリングね、見てないというね、知らないにしてもですね、まあ、ビッグバジェット映画、まあ、最高峰、いろんな意味で最先端最高峰なんだから、まずはその、とりあえず見とけっていうのもありますし、話として、ロード・オブ・ザ・リングよりは、それでもやっぱり全然明快でわかりやすい、明るいので、まずは今回のホビットから入るっていうのは全然いいでしょう。その実際話はその順番なわけですから。で、見た後に、とりあえず、ロード・オブ・ザ・リングの一作目、旅の仲間を見てみてください。そして、指輪物語、この小説版の追放版というのがありますので、それの、今回のホビットの、話に当たる部分、要するにドワーフの一族に当たる部分なんかを読むと、ここまで来ればもう完全にハマること間違いなしなので、はい。あと、そうだ、旅の仲間なんか見てると今回通じる場面もありますので、そういう意味でも見返すのおすすめですね。トロルが、固まった、
ここで、あ、トロル、あ、出てきたみたいな感じがね、出てくると思いますんでね、そんなのも確認してみてください。ということで、そこまで行ってハマれば、連続4回見るのも全く苦じゃございませんでした。おすすめです。あ